やつならわかるけど、今時期なんか一番波ねえ時期だからな。ああ。ロングボードおじさんは知らねえけど。うん。何？あ、ナスのね、浅漬け。コロナの時期にサーフィンを、そんな沖に出てんだから別にいいじゃねえかよ。くっちゃべりながらサーフィンやってるやつもいねえべや。だったら満員電車乗るなっつうのと一緒だよ、うん、そっちの方が距離が近いだろうがよ。やりたけやったっていいじゃねえかよサーフィン。やりてえやつはやらしときゃいいよ。みっちいらっしゃい。いや、何が海水でも6時間生息するらしいとか、もう、だからもう、ノーガードなんだろう、だからいいじゃねえかよ、そんな。自分で自分のことだけ守ってりゃいいんだから、守んねえ奴はかかってどうにでもなれって話。相番ありがとう、バード、決まった。あざす。ありがとうございます。酔いどれもお前、あれだよ、いちいち俺のことな、俺がどう思うかなんか聞いてくんなよ、うん。答えなんかもうそんなの聞かなくたってわかんじゃねえかよ。アイバーありがとうね。今日はもう 100% 35度だね。もう今でも30度超えてんじゃないかこれ。今コンビニ、今っていうかさっきコンビニ行ってきたけど、もうアスファルトからの照り返しでもう、あ、めまいがした。くらってきたよ。エルシノいらっしゃい。暑さだけでクラクラしますね。あ、もう表出た瞬間だもん。もう上から下からでも、はあ、で今度逆によ、コンビニ入ったらよ、異様によエアコン効いててよ、寒ってなんだよ。ああ、あのよ、一時よ、コンビニとかってよ、自動ドアよ、もう開けっぱなしにしてたけど、もうそんなコンビニねえな。今。換気がよ、どうのこうのとか言ってたけどよ。なあ、もうよ、いかにもやってますてえだったけどよ。今やってねえな。仕方だな。コンビニの寒さは、ああ、寒いの。あれ、もうびっくりするぐらい寒いよ。あれ、レジのよ、バイトのよ、チャンネルとか大丈夫なのかな。あてはなんでっか？ナスの浅漬け。今よ、ちょうど水ナスとかも出てるからよ、買ってきてよ、
ジップロックがあればよ、浅漬けの素とか売ってんじゃん。エバラの。カットしたらよ、ぶっこんでよ。浅漬けの素入れて、ジップロックしてよ、一晩冷蔵庫入れとけば、もう使ってんで。キュウリとかも一緒に入れて、みょうがと。うん。おっと、としさんありがとう、ファンタン。決まった。ファンタスティックありがとうございます。ついでにほら、ゴーヤあたりもよ、種とって、綿取ってよ、2、3ミリの幅に切ってよ、それも一緒に浅漬けにしたいんで。うん。夏野菜のよ、浅漬け。彩りいいじゃん、そしたら。みょうがもよ、刻んじゃないんだよ、みょうがは。みょうがはよ、こう、玉ころになってんだろ。そしたら、包丁で半分ぐらいまで切れ目入れて、その丸のまんま、つけちゃいいんだよ。そしたら味しみるから。半分に割るとバラバラになっちゃうから。うん。うん、もっと早くつけたきゃよ、きゅうりなんかもよ、表面に隠し包丁バーって入れてよ、ナスも皮目によ入れりゃすぐ使っちゃうぜ。でよ、ちょうどこの時期だろ、浅漬けの素のよ、あれって出汁も入ってんじゃん、昆布とかよ。あれ、余ったら捨てちゃうのもったいねえじゃん。あれとよ、めんつゆでよ、上手に割ってよ、なあ、そうめんつゆみたいなの作ってみ。で、その浅漬けを付け合わせに、そうめんの飾りに置いて、涼しげでいいべ。なあ。ああ、ちくしょう、首が痛え。なんだよ、お前。枕買おうかな、俺。俺、枕しねえんだよな、寝るとき。ペタって寝てるからな。うちいらっしゃい。寝るときいつもうつ伏せだからよ。低反発？今なんかやってるよな。テレビでも。ショップチャンネルでも夜中によ。首には来るんだけどよ。
腰にはあんまり来ないんだよ、うつ伏せは。うん、だから低反発だろ、テンピュール。うん。あれよ、テンピュールもよ、なんか、ちょっとよ、偽物っぽいのもあんだろ。すっげえ安いやつ。運命の枕に出会いたい。まあ人生の3分の1は寝てんだからな。さあ合わねえ人合わねえ見てよあれ。うん。硬いところが好きな人は高反発の方がいいっていうな。ちょっとよ、いいホテルなんか泊まったら逆に寝れねえとかな。ああ。さすがにチャンマンは稼ぐね。何が？花火？ああ。シーツがガチガチに張ったのがやだ。ノリビッチビチなやつ。なんか今年はもう初っ端からなんかペースを乱されてるな。俺もなんか考えやろうと思ってたことが、うん、そばからああ。なんかよ、そば柄のよ、枕とかって、なんか民宿のよ、畳の布団とかにありそうだよな。悪くないな。うん、それも。今日あたりもよ、道頓堀なんか人いっぱい出てんで。土曜だろ今日。8月1日土曜日。そう。調子悪いなこれ。のりかずさん、ありがとうございます。フラットバーのナムル決まったアダース。いやもう俺老眼だよ、うん、老ギャンギャンですよ。これになってたのか、だからだ。
ニッチもサッチもブルドッグになってる。だから俺出かけるとき老眼鏡絶対カバンの中入れてくもん。神いらっしゃい。じゃねえと表出たって携帯見たって見えねえもん。だからしょうがねえからそういう時最終兵器だよ。もし老眼鏡忘れてったらよ、携帯よ、画面キャプチャーしてよ、撮った写メをよ、自分でこうやってブワーってでかくしてよ、なんて書いてあるのか読むぐらいだよ。ふふ。最終手段が。工夫してますって、それしかだってやりようがねえじゃねえか。だってこうやって見えねえんだからよ、うん、たまに忘れんだよ。ここに、だから俺いつもここに置いたんだよ、こうやって。老眼鏡。土曜日なのに表工事やってんのかな、ね、ガチャ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 やってるけど、さっきいなかったのに。しかし職人はよ、もしおめえ現場仕事をやってるやつらはよ、体力あるよな。よくぶっ倒れねえと思うわ俺は見てて。ああ。あんなのよ、あ、今土曜工事休むのは日曜と祝日だけ。あ、そう。まあ、逆に職人言っとけ、ほら、あの現場人手が足んねえとかなんか言ってたもんな。でもよ、俺のここ住んでるマンションのよ、向かい側のよマンションが出来上がったから、それでもだいぶ静かになったんだよ。一時えらいうるせえんだよ、おめえよ。昼間だから俺、一時配信やんなかったんだよ。ああ。ズタタ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 タ、ずっと言ってんだもん。生今夜は来てガラ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 ずっとやってるしよ。まーちゃんいらっしゃい。今もう上物がもうできちゃってるから内装業者が入って多分やってんじゃねえか。あと来てんの電気屋が来てやってるぐらいだから。安男って言われても俺わかんねえや。うん、ごめんね。うちのマンション作り始めたばっかりです。ああ、半年はうるせえよ。うん、
や、マンション一棟建てんの半年ぐらいかかんだろう。だってまず基礎を掘るだろう。何階建て作んのか知らねえけど。なあ。まず穴っぽりから始まるんだろう。マンションやるんだったら。ズバッて掘ってよ。で、食い入り地からやるんだからよ。で、基礎流し込んでっから、でしょ？半年くらいかかる？楽勝で。マンションはな。俺んとこの向かい側は8ヶ月ぐらいかかったもん。うん。去年の10月ぐらいからか。やってたから。